皆さんこんばんは、石川美代です。今日は何をするんでしょうか？はい、今日はですね、日本語検定ってご存知ですか？聞いたことはあります。我々で言う英検みたいな、英検とかトイックとかって感じですかね。まあだから日本語力というか、そういうのを測る検定になってます。で、3級が、一応日本人が受けると合格率だいたい 50%、49.6% ぐらいだった。そうなんだ、はい、低いんすね。意外と難しいんですよ。はい、じゃあまず1問ずつやっていきましょうか。はい、じゃあまず7級ですね。はい、どうぞ。1、2のあ、いの文は同じ意味のことを言っています。いの括弧の中に入る一番よく合う言葉はどれでしょうか？1から4の中から選んで、それぞれ番号で答えてください。1つの言葉は1回しか使えません。宿題で出た算数の問題は難しくてちっとも分かりませんでした。これね、それと昨日テレビで見たアニメはそれほど面白くありませんでした。これは簡単ですね。はい、できました。はい、答えをお願いします。宿題で出た算数問題は難しくて全然わかりませんでした。4番。正解です。ですよね。はい、2番いきます。2番は、昨日テレビで見たアニメはあまり面白くありませんでした。2番。正解です。ですよね。まあまあ、この辺はこれね。7級はちなみに 96% ぐらいでした。逆に 4% どうした？そうですね。情けないぞ。情けないって、だって昨日がさ、ひらがなで書かれてるレベルなんだから。1、2の括弧の言葉は一方の文では適切に使っていますが、もう一方の文では適切に使っていません。適切に使っている方の文を選んで、それぞれ番号で答えてください。僕の父の弟の子供。ここがむずいじゃん、もう。僕の父の弟の子供ね。だからむしろ僕のいとこになる。僕は静かに読書するより、むしろ体を動かして遊ぶ方が好きだ。はい、解けます。はい、解けました。1が、1番の、僕たちの学校からどんぐり公園までゆっくり歩いてもせいぜい10分ぐらいだよ。正解です。ですよね。次が、むしろの方が2番の、僕は静かに読書をするより、むしろ体を動かして遊ぶ方が好きだ。正解です。ですよね。はい、まあまあまあ、この辺余裕ですね。普通に僕の父の弟の子供がむずい。そう、日本語がね、僕の父の弟の子供、めっちゃむずいよ今これ。つまりどういうことってなったの。1、2のようなことを言うとき、括弧に入る言い方として最も適切なものを1から3から1つ選んで番号で答えてください。でも私こんな初めて使う、こんなのちょっと自信ないかも。あんまこれ、おっと、こんな言葉知らないかも。こういう文章どれも当てはまらない気してきたんだけど。っていうやつが、はい、まあいきます。はい、1番が、普段は口が重い武田くんも修学旅行のバスの中では興奮してよく喋っていた。1番。正解です。これが分かんない、あんま。口が重い武田くんってあんま言わんくないか。まあ、2番いこう、はい。2番が、小島さんは口が硬いから大事な秘密を打ち明けても良さそうだ。はい、3番です。これ分かるんですけど、口が軽い硬いは分かるけど、重いって使わないな。使ったことないですね。はい、でも確かに使うならこれですよね。要はこういう感じでどんどんその普段使わないような日本語とかが結構出てきたりしますね。1、2の括弧の言葉は一方の文では、あ、またこれね、適切に使われていますが、もう一方の文では適切に使われているとは言えません。適切に使われている方の文を選んで番号で答えてください。差しを投げる。
わないよ、サジを投げるなんて。投げないもん、スプーン。スプーンは投げたことないな。ボールペンなら投げるんだけどね。はい、OK です。はい、1番は、1番の弟はいくら注意しても部屋を片付けないので母もついにサジを投げてしまった。正解です、ね、2番が、2番の弟は部活動に熱中するあまり勉強が二の次になってしまっている。正解です、はい、サジを投げるね、使わないよな。会話では使わないですね。会話では使う。だから文章を書く人だったらね、使うかなっていう感じですね。1と2の1部分、1部分、1部分のきつい、過去形が変わっているものもありますが、と同じような意味できついを使っている文を1から5から選んで、それぞれ番号で答えてください。それそれ。お、ちょっとこれ難しいな。そんなことないか。はい、できました。はい、1番の、あの高校の野球部は練習がとてもきついらしいは、3番の今年就職したには仕事がきついと言って週末は寝てばかりいる。正解です。よし、次ね。2番の、珍しく母が弟をかなりきつく叱っていたは、5番の私たちの学校では校内での携帯電話の使用はきつく禁じられている。正解です。よかった。括弧のような場面で、括弧に入る敬語を使った適切な言い方を一つ選んでそれぞれ番号で答えてください。敬語ね。ちょっと自信ないな今。はい、はい、1番は、駅前のバス停で列に並んでいる人に、大山病院前まで何分かかるか、ご存知ですか。1番。正解です、はい、次ね。次ちょっとなんかちょっと悩んでましたね。でも多分はい、はい、いきますか。2番ね、部活動の顧問の先生から先輩に書類を頼むように頼まれて、はい、必ずお渡しします。3。違う。正解です、うん、おお、よかったですね、当たってましたね。いや、おつけんのかなと思って。まあ、そうだよね。次の会話は大学生の鈴木くんとその友人の酒井くんとのやりとりです。ああいうに当てはまる言葉を選んでそれぞれ番号で答えてください。会話ね。いや、変だろこれ。むずこれ。いや、もうわかんないよ。初めて聞いたもん、これ。なんか一個絶対違うだろうみたいなのあるんだけどね。はい、じゃあ全部続けて読んでみます。はい、いや、違いそう。もう一番最初が一番自信ないわ、鈴木くんのやつが。いきます。酒井くん、ちょっといいかい。実は短編小説を書いてみたんだ。とは言っても下手の横好きだから、拙いところも多いと思うんだけど、よかったら読んで感想を聞かせてもらえないかな。これ3番。はい、正解です。合ってる。すごいですね、これ。分かんなかったっすよ。次ね。いいよ、じゃあ家に帰って、腰を据えて読むことにするよ。2番。正解ですね、これは。そうだわ。最後もね。ありがとう、ぜひ歯に衣を着せない意見を聞かせてほしいな。2番。これね、2番正解です。衣、歯に衣着せない。衣着せないなんだ。衣じゃないんだこれ。歯に衣着せない。絹なのこれ。へえ、でも合ってる。合ってます。やったー、すごい、全問正解。最初めっちゃ自信なかったけど。いや、よくわかりましたね。なんか下手の考え休むに似た理由が聞いたことなくて、他は全部聞いたことある。あ、奥歯に物挟んだ、知らんけど。これないだろ絶対。そうっす。てかない言葉があるってことかな。ないんじゃないの。奥歯に物を挟んではないんじゃないこれ。けど下手の考え休むに似たりと奥歯に物を挟んだ、初めて聞いたわ。1、2の括弧の言葉を最も適切に使っているのはどの文でしょうか。それぞれ番号で答えてください。は
びこる食事語録。うわー、これ適当だもん、いつもこんなはびこるはびこってるって感じだもんね、これ絶対。そうだよね。いや、絶対違うだろ、これ。え、いや、わかんない食事語録。もういいや、これでいきます。提出する。はい、1番、いい、まず1番ね、はい、はびこるは、1番の昨日見た映画は犯罪がはびこる禁止法時代のシカゴが舞台になっていた。正解です。ね、次か。次むずいっすね。触手が動くはちょっと2は絶対ないんですけど、まあ、1番の一眼レフカメラには興味なかったが兄から借りて1日使ってみたら少々触手が動いた。正解です。よし、すごいな。いや、なんか3番は何に触手が動くようになったか分かんないなと思って。ちなみに触手とは何です、何だと思ってますか。え、なんか興味みたいな。違います。ああ、そういうことですね。あ、合ってます。触手が動くは何かが欲しいという気持ちになること。欲しいか。はい。え、だからなんか3番は何に対してなんだろうって思って、何かに対することだとは思った。よかった。はい、いきます。カッコのような場面でそれぞれのカッコ部分はどのような言い方をすればよいでしょうか。最も適切なものを選んで番号で答えてください。はい、スポーツの受付係、個人受付係。あ、敬語ね、敬語。いや、こうじゃないかな。はい、いきます。はい、お願いします。ちょっと自信ないけど1番ね、はい、スポーツジムの受付係が新規の入会希望者に、お申し込みありがとうございます、それではこちらの書類にご記入ください。1番正解です。はい、次2番、引退するサークルの先輩に、大西さんにはこれまでいろいろとご指導いただき本当にありがとうございました。1番正解。やったー、やりますね。来てるね。もしかして日本語うまいんじゃね。やっぱ 50% 側の人間でしたか。地頭の良さ出ちゃってんな、これな。いきます。 1,2 の、何これ、なんちゃら防線部分の言葉とほぼ同じ意味を持つ言葉を 1,2,3,4,5,6 から選んでそれぞれ番号で答えてください。はい、絶対どっちかなんだ。なんて読むのこれ。なんちゃら。むず。いや、もうこれじゃないけど、こっちじゃないかな。でも読めないんだよこれ。はい、 OK です。なんて読むのこれ。選んだやつが読めない。選んだやつが読めないよこれ。答えをお願いします。はい、1番、汚職疑惑が取り沙汰されているにもかかわらず大統領は野党の退陣要求を、きっぱりと拒否したは、断固拒否した。6番。正解です。はい、これは分かりました、すぐ、はい、で、2番ね。2番、はい、いきます。一口に先進国と発展途上国といってもその線引きは難しくはっきりと分けられるものではない。これ1番を選んだんですけれども、ちょっと読み方が分からず、はい、これなんて三千これは何、節前、節前、やっぱ S だと思ったんですよ。でも戦前三前って言ってた。節電、惜しいですね。節電と分けられるものではない。ちょっとこれ勘です。正解です。もう勘がもう冴え渡っちゃってるじゃないですか。あの消去法で1選びました。なるほど。でも読み方が分かんなかった。でも何前とって言うなと思ったんですよ。確かに。で、他ないじゃないですか、それっぽいのが、うん、即座違う、で、この読めないのは違うし、陸続って多分続いてるってことが違うなっていう。
やったー、天才かも。全問正解じゃないですか。いや、頭の良さ出ちゃったな。ね、みんな私に惚れたね、これ。漢字で5の時もね、あ、意外と頭いいって言われて、ちょっと嬉しかった。コメント欄ね、結構あの、見直したみたいな。じゃ普通に多分私のことをすごくバカだと思ってるんで、みんな。そうですね。ちょっとあの、見誤ってる部分があると思いますね。はい、そう。うん、地頭はいいっていう。元才女ですね。元、中学までね。はい、というわけで、なんと全問正解。素晴らしい。いやー、これはみんな私に惚れたんじゃないかなと思います。はい、いやでも普通にめっちゃ難かった、まあ、割と勘が当たってよかったなという感じですね、正直言うと、うん、やっぱ消去法って正しいわ。いつも消去法でなんとかやってきた人なので、あの大事なテストだったり、ね、入試だったりをそうやって やってきたので、ね、消去法ができる人は勝てるってことですね。はい、ここまで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。石川美穂でした。バイバーイ。